ジョン・コルトレーンバージョンのインチュアームのベースラインフランク・ヘンリー・レッサーなどの作詞作曲をした。映画やミュージカルなどに無数の曲を書き、多くがスタンダードとなり、アカデミー賞最優秀主題歌賞に5回入選、外は寒いようで1回受賞した。ピアニストの父・ヘンリーのもとニューヨークで生を受け、マンハッタン西107番通りの家で育つ。父は、 フロイセン王国の兵役を逃れて、都米、親族の銀行に勤めた。ベルゼエリヒと結婚、1884年長男アーサー誕生。1888年に妻の妹ジュリアがアメリカにやってくる。ヘンリーは一目惚れ。ジュリアもヘンリーを愛したが、ベルゼがジュリアをワシントン DC に追い払う。ベルゼが三徳で亡くなった後の1907年。 ジュリアが戻ってきて、ヘンリーと結婚。長女グレースは同年11月に生まれた。そして1910年にフランクが誕生。両親は高い知性と教養があり、レッサーはヨーロッパの作曲家の音楽を学んだ。父と兄からピアノを習う。が、上流気取りの音楽が好きになれず、曲を書いてハーモニカにはまってからは突っぱねた。高校から放り出され、 ニューヨーク私立大学に通うも、1925年に、英語と体育以外のすべての単位を落とし、大学からも奉公された。1926年に、父が死に、家族を養うために働きに出た。レストラン調査員や、行政執行官、新聞の広告取り、政治漫画描き、ボードビルのスケッチライター、日刊女性部区新聞の編み物担当。 弱小映画会社の広報、短命に終わった、地域新聞の編集員などを経験した。ティンパンアレイで書くことにする。複数の音楽出版社と契約。最初のクレジットとされるのは1931年の、In Love Is the Memory of You で作曲は、ウィリアム・シューマンだった。1934年にジャンクマンとアイウィッシュ、アイワー・ツインズがヒット。作曲は、両方ジョーメイヤーで、 後者はエディドゥランジュと共に詩を書いたものだった。しかし、評判は高まらず、後年のレッサーは、この2曲に触れなかった。1930年代半ばに作曲家、アービング・ワクトマンの伴奏で、ナイトクラブで歌っていた。この時期、レオ・ファイスト社のスタッフとして、ヨゼフ・ブランドファンの曲に詩をつけて、週休40ドルを稼いでいた。1年後、 出版人や演奏家からの評価が高まってきた頃に解雇された。1936年に相方アービング・アクトマンと共作したブロードウェイのレビュー・ザ・イラストレーター、S 賞は大コケ4日で打ち切られた。同作に出演していた女優と1936に結婚した。ユニバーサル映画との半年の歌手契約が終わると1936年に妻とハリウッドに引っ越した。 次に、パラマウント映画と半年契約。パラマウントでの最初の曲は1937年のムーン・オブ・マナ・コーラで映画、ハリケーンに使われた。この時期たくさん書いており、また、ニューマン、アーサー・シュワルツ、バートン・レイン、ホーギー・カー・マイケル、フレデリック・ホランダー、ヨゼフ・ジェイ・リリーラとも共作していた。映画、サジンからは、シー・ホワット・ザ・ボーイズ・イン・ザ。 バックルームウィルハブが生まれた。I don't want to walk without you は1941年に出版、1942年映画、セーターガールで、ベティ・ジェーン・ローズが歌った。アービング・バーリンは同曲に夢中になり、これこそ僕がずっと書きたかった、最も偉大な曲だ。トレッサーに告げた。第二次世界大戦が始まるまでハリウッドに滞在した、後、空軍に入った。 戦時期も映画とシングル用に書いた。人気軍化 EN、プレ a ズ・ザ・ロード・ e Road and p a s を書いた。レッサーはいつもダミーの曲に書いた。音楽はより適切な曲が生まれるまでの仮のものだった。作曲もした作品の評判が高まると元気づいて作詞作曲をこなすようになった。軍隊からの要請で、What do you do in the infantry? いや、ロジャー・ヤングのバラードなどを書いた。ゼリー・ザ・ア・トゥ・ヤング・オア・トゥ・オールドを1943年の映画ステージドア・キャンティーンに提供。1949年の映画、水着の女王から、外は寒いよが大ヒットになる。レッサーが曲を書き、ブロードウェイで1248回以上上演される、大当たりとなったミュージカル、ガイズ・ドールズを映画化した。 ヤロオードモと女たちは1955年に公開。マーロン・ブランド、ジーン・シモンズ、フランク・シナトラが出演した。1950年、自身の音楽出版社、フランク・ミュージック・コーポレーションを設立。リチャード・アドラー、ジェリー・ロス、ビートルズが歌った、ティル・ゼ・アオーズ・ユーで有名なメレディス・ウィルソンなどが同社から育った。1952年の映画、アンデルセン物語で、 初めて複数の曲が使われ、ワンダフルコペンハーゲン、エニーウェア、アイワンダー、サンベリーナあとに、ポール・マッカートニーなどがカバーした、インチワームなどがヒットした。リンガーランドと1957年に結婚したが21年後に離婚した。ジョンとスーザン、二人の子供がい、後者は父親の電気、エーモーストリマーカブル・ファラ、フランク・ルサーザ・ガイズ・アンド・ドールズ・イン・ヒズ・ライフ。 A ポートレートバイヒズドーターを書いた1993ジョー・サリバンと1959年に再婚レッサーにサリバンを紹介したのは最初の妻リンだったハナーとエミリーの二人の子を成したヘビースモーカーだったレッサーは1969年にニューヨークで肺がんで死んだ去年59 2006年 PBS 社のドキュメンタリー EN ハート ソウル、ザライフミュージックオブフランク・ルサーが発売された。700曲以上書いた。ありがとうございます。